壁に絵描くのがすごく好きなんですよね。前にサンフランシスコの壁画のところにバーってアーティストがこう絵を描いてるところは見てないんですけど、描き上がってるのが作品になってる街があって、それ見た時にすごい、その一個一個いろんなアーティストが描いてるから全部コンセプトが違うんだけど、うわーすごい壁画っていいなってすごい思って、みんながこう見るようなところの壁画に描いてみたいですね。あと人が喜んでくれることがすごい大好きです。ポリシーはなんか今の瞬間みたいなのをこうすごい大事に書くとか何でもやるとか、それをすごい心がけてます。ポリシーってそれが言うのか分かんないんですけど、そうにすると次やることがまた変わってくるから、あんまりすごい先のこうなってこうなってとかを考えるより、このたった今やることをこうちょっと集中してそこにこう全霊を注ぐというか、そういう感じが、はい、そういう感じです。今後の目標はもっといろんなところで表現してみたいですね。こういう海外とかの壁の絵とかすごい描いてみたい。出来上がりました。どうですか。いやもう思ってた以上の素晴らしい作品です。ありがとうございます。よかった。最高です。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、思った以上に思いっきり描けたので、すごくいい感じにできたと思います。愛あるお店になるよ、すごいこのいっぱい愛を込めて書いたので、もしかこれを見てくれた人がなんかわってこうなんか素敵な気持ちになってくれたら、すごいやったっていう感じです。すごい素敵でした。お店の雰囲気がこう全体が想像してたのとまたさらに想像以上に良かったので、なんか改めて絵と合ってるなって思った思いましたので、良かったですね。はい